違うか。こんにちは、オーシャン東京オーバースタイリストの大木田です。こんにちは、オーシャン東京オーバーアシスタントの新妻健太です。だれ初登場。はじめまして、僕のアシスタントの新妻です。どうも、こんにちは。今日はですね、しっかり初めにワックスの付け方を教えていきたいと思うんですけど、今日使うのはこれですね。エマジニ。エマジニ。これは日高にドッキリ使った非常に余ってるので今回はこれを利用して、真面目に付け方を紹介したいと思います。お願いします。大丈夫。大丈夫ですよね。やりたい色大丈夫です。いや、赤でしょ。赤ですね甘いな。今のはちょっと甘かった、うん、攻めが足りません。今のはちょっと攻めきれませんでした。ですね、結構洋服とかについちゃうと危ないと思うんで、マックスつけるときは、まあ、その辺注意してもらって汚れないようにつけてください。あと顔周りとかつくと若干落ちにくいのだと、ちょっと斜めっぽいのが入ってるんで顔テカつくと思うんで、顔周りとか攻める生え際とか、まあ、ちょっと注意してみてください。なんかこんな感じなんですよ。ちょっと使ってるで、ね、穴開いてます。あの日高さんとそう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 、グロスな感じ。これはちょっとグロッシーな感じなんで、結構多く使うと思います。いいですか。お願いします。しっかり手に混ぜるとね、こんな感じ。すごい、ほらすごそう。真面目にやっていきますよ。真面目にやっつけていきますよ。後ろからねつけるんですけど、しっかりつけないと。非常にすごい発色。絶対凄まじい量を必要するよ、ね、これはすごい。3回くらいつけたら後ろはね、まあ、色が意外ともうつきますね。シャンプーしたら落ちますか。落ちません。え、落ちます。徳永さんじゃん。徳さんっぽいっすか。憧れの手が、ほらすごい。やばそい。え、そいはダメですよ。テンションすごい。もうどうですか皆さん。めちゃめちゃなじませたらすごいですね。すごいね。そうですね。カラーを直すぐらいのリスクがあるんだったら、そうですね。そうですね。ですよ。こっち、これは1日だけだったら、こっちの方がいいです。うん、髪傷んじゃうしね。そうですね。カラーしたら。つまみ入れてみて。すごい。え？あれ？すごい。カラーしたみたいだね。すごい。すごいね、マジ兄さん。マジ兄さん。すごいです。非常に手が赤くなりました。めちゃめちゃ赤かったです。まあ、つま金だと、まあ、王道の刈り上げレングスなんですけど、ブリーチ回数が非常に多いので、なじませるのにかなり使いました。もう10回ぐらいじゃないですか、ね。多分、そんぐらいはもう使ってます。はい、でも、そんぐらい使えばもう、この通り後ろまでしっかりとつきます。すごい。ポイントなんですけど、一番外しちゃいけない前髪の部分をつけるとき、上げて
いつもつけないじゃない前髪。つけない。いつもつけない部分を好きにかかるので、まあ、ちょっと前髪動かすスタイルとかの方がいいかもしれないですね。まあ、なんでその綺麗にナチュラルがいいんですよってなると、ちょっと人によってはつけた後割れやすくなっちゃうんで、ちょっと割りに行った方がカラーワックスはいいと思います。だから綺麗になじまないんで、ちょっといつものスタイリングよりもちょっと派手に動かす人向け、この後はコーミングとかしてもいいと思うんですけど、ちょっと色が落ちたりとか多分硬くなっちゃうんで、質感でエンドワックスつけすぎたところをコーミングすると結構いただけない状態になると思うんですけど、それになりやすくなっちゃうと思うから、しっかりとワックスなじまして散らす方がかっこいいと思います。今日はドッキリなしの真面目な方でした。ぜひね、まあ、カラーしたいけどね高速やばいんですよみたいな、休み1日限定イベント限定おすすめですね。おすすめです。おすすめポイントでしょ。マジに最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。最後にですね、アカウントを載せていきますので、よかったらフォローしてください。また最後滑った。